井出社長よろしくお願いしますおはようございます私は社長の井出信隆でございます 株主の皆様にはご多忙のところ、当社株式総会にご出席いただき、誠にありがとうございます。定款第14条の定めにより、私が本日の議長を務めますので、よろしくお願い申し上げます。それでは、ただいまから株式会社ワコム第38回定時株主総会を開会いたします。議事の秩序を保つため、議事進行についてお願いがございます。 株主様のご発言につきましては、報告事項に関するご発言は、報告事項の報告が終了した後に、決議事項に関するご発言は、各議案の説明が終了した後に、それぞれ私の指示に従ってご発言いただくようお願いいたします。本日の総会議事の正確な状況把握と、社内での情報共有のため、後方からビデオ撮影を行っております。 また本日会場にお越しになれない株主,の株主様のために会場の模様をインターネットにて同時中継しており後日当社ホームページでの公開を予定しておりますのであらかじめご了承ください新型コロナウイルス感染症拡大防止のため本日株主総会に出席している全取締役および会場の当社担当者全員が PCR 検査を受診し全員陰性であることを確認しています それでは、まず本株主総会につきまして、株主数、議決件数をご報告申し上げます。本総会におきまして、議決権を有する株主数は3万3173名。これらの議決件数は162万4313個でございます。昨日までに議決権行使書をご提出、または電子的方法により議決権を行使いただいた方と、本日ご出席の株主様を合わせ、 本総会は、全議案の審議に必要な株主様のご出席をいただいておりますことをご報告申し上げます。それでは、報告事項の報告及び議案の審議に先立ちまして、監査党委員から監査報告をお願いします。連結計算書類に関わる会計監査人及び監査党委員会の監査結果についても、監査党委員から報告をお願いします。 それでは東山監査党委員どうぞ監査党委員の東山茂でございます議長の指名により監査報告をいたします 監査党委員会は第38期事業年度における取締役の職務の執行に関して監査党委員会が定めた監査党委員会規則に基づき審議し監査党委員会の監査報告書を作成いたしましたので私からご報告申し上げます。監査党委員会の監査の方法及び結果はお手元の招集後通知 44ページから45ページに記載の監査党委員会の監査報告書のとおりであり指摘する事項はございませんまた連結計算書類に関わる会計監査人の監査結果もお手元の招集後通知40ページから41ページに掲載の監査会計監査人の監査報告書のとおりであり監査党委員会は BWC ・ w C 新た有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。なお、本日の株主総会に提出された議案および書類につきましても、特段に指摘する事項はございません。以上上ごご報告申ししげまます東山監査党委員ありがとうございました 連結結計算書類のの監査結果は以上りりであまます続きまして第38期の報告をいたします第38期の事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容につきましては、お手元の招集後通知5ページから39ページ、並びにインターネット上の当社ホームページに掲載しております連結中期表及び個別中期表に記載のとおりであります。 それでは、えー、資料に沿ってご説明いたしますので、正面のスクリーンをご覧ください。<laughs> はい、えー、改めましてありがとうございます。それではあのー、第38期の、えー、授業報告とですね、あと続いてこのこ第39期今期から始めるですね新しい中期方針のチャプター3。 このあの方方針についてですね少しお話したいと思います。はい、えー、まずですねこちらにあるのは、えー、第38期の決算決算概況なんですけれども、えー、売上利益ともにですね過去最高を記録することができましたありがとうございます。 でこちらはワコムの事業を構成するブランド事業ですね、ブランドをつけた商品、ブランド事業と、あと技術のみを切り出して、ワコム以外のお客様にテクノロジーを実装していくテクノロジーソリューション事業、2つありますけれども、この両方ともです、ね、えー、増収増益ということで、あの着地することができました、ありがとうございます。 でまあ、こちらに基づいてですね、あのー、配当金につきましても、まあ、気象予想7.5円からですね、特別配当を含む19円ということで過去最高額の配当金ということで増額修正させていただいております。こちらはでですすね、PL、なんですけれども、赤 赤で囲ってある通りですね営業利益の部分ですね78億円強の増額ということとあと、その反感比率につきましてもですね25.8%ということで我々あのー、しっかりと技術に投資してそれ以外のことはスマートにお金を使いますということをずっとチャプター2で申し上げてきたんですけれども、まあ、そこにですねしっかり沿った形で反感比率を下げることもできております。 えー、こちらがですね、事業セグメントごとの、えー、PL になるんですけれども、えー、先ほど申し上げたとおりです、ね、ブランド事業、テクノロジーソリューション事業ですね、両方とも増収増益ということで、営業利益率ですね、えー、チャプター2の中期計画で目標としていた、まあ、営業利益率10%以上ということを、まあ、しっかり、えー、実現する12.4%という形で、えー、着地することができております。えー 対,借対象表ですね、こちら、あのー、しっかりと健全な財務ということで取り組んでいて、ですね、まあ、1つハイライトは棚、棚卸資産の増加ということで57億、57億円ほどですね増加しているんですが、こちらはあのー、まあ、売りそのもののボリュームが、まあ、ちょっと今、増えているということと、あと、ずっと今、近年騒がれてるですねサプライチェーン。 の問題ですねあの部品が足りなくなるとか半導体が足りなくなる、まあ、こういったことを少し対応するためにです、ね、少し在庫を積み増しているという部分があります、えー、キャッシュフローにつきましても、えーそうですね、ハイライトするところは多農資産の増加というところがあるんですけれども今申し上げた、えー、同じ理由で,ですね、えー、しっかり我々あのマネジメントしていくということになります、えー、ざっとですね今38期の外境をご報告したんですけれども あのチャプター2ということであの第36期からです、ね、中期計画を発動していたんですが本来であればチャプター2はです、ね、第36期から第39期。 今期ですねまで4年間を、えー、予定していたんですけれども、あの先ほどご報告したように、ですねあの第38期で我々がその目標としていたチャプター2のですねゴールということをしっかりと到達することができたので、あのちょっとそこをですね総括させていただきたいと思います。あのこちらにある通りとおり、まあ、企業理念をライフロングインクということをしっかり打ち立てて、あの戦略をですねしっかり我々あの3つの戦略を立ててですね取り組んでまいりました。でその結果ですね、えー、第38期 あの営業利実額で100億売上で1000億以上 ROE を15%から20%とこちらをあのチャプター2のゴールの経営指標としていたんですけれどもこれ全てですべ、ね、て前倒し達成をすることができたということでわれわれ1年前倒しで次の中期方針チャプター3へ移行したいということで考えております。 今日はですね、こ,のこちらであの決算発表でご報告した内容と一緒なんですけれども、チャプター3、新しい中期方針の、えー、キーポイントをです、ね、あの少しご説明あの申し上げたいと思います。はい、あのまずビジョンのところは、ですね、これ変わりません、ライフロングインク、あのー、ということで、ですねこちらはわくもの約束になるんですけれども、お客様と社会に対して、その僕らのデジタルインク、デジタルペンの技術をもってしてですね、 あの人間にとって意味のある体験を一生,一生という期間ですね長い長い期間をかけてご提供し続けるんだというまあこういうワコムの約束あのコミットメントなんですけどもえこちらはしっかりとですねチャプター2からえ継承してチャプター3でもですねこのライフロングインクえ我々のビジョンとして掲げていきたいと思いますでこのビジョンのもとチャプター3この新しい中期方針の中で5つの戦略軸を設定しております 5つの戦略軸ですねこれを少しちょっと簡単にご説明したいんですけれどもまず1番目の戦略軸がですね、まあ、テクノロジーリーダーシップということで我々がですね技術開発に集中して圧倒的な体験をお客様と社会に対してご提供しますとこれはあの実はチャプター2から変わらないんですけれどもワコムの 価値提供の源泉はやはり技術、技術開発だということでしっかりここに注目して、ですね我々は技術会社なんだと、この本文を外さないようにするという、ここはですね変わらず、一番大事な戦略軸として設定しております。2番目は、ですねあのコミュニティエンゲージメント、コミュニティ社会とですねしっかり連携しながら、我々あのビジネスを運営して、体験そのものをですねパートナーさんと一緒に作っていくと。 いうことを、えー、取りり組んでおりますでこれはのいろんなこう社会とかです、ね、技術そのものが複雑化する中でワコム一社でこう作り上げられる体験だとかワコム一社でこう作り上げられる技術開発というのはなかなかなくなってきてです、ね、やはりこれはコミュニティの中で,です、ね、いろんなパートナーお客様と連携しながら体験を作っていくと、まあ、こういったことを目指しております。 3番目ですね、こちら新しくなるんですけれども、新しいコア技術、新しい価値提供を目指しますということを第3の戦略軸で抱えています。今もちろん 今日現在です、ね、で我々あのとっても、えー、強いですね、基本的な技術、あのデジタルで書く、からデジタルのですね、データを扱う技術ですね、あのハードウェア、ソフトウェア、両方ともとっても強い技術を持ってるんですけども、チャプター3の向こう4年間の間には、この既存の技術に加えて、さらにですね、新しいコア技術を3つ作ろうというふうに考えています。1番目が人工知能とデジタルインクを組み合わせる。 2番目がですね、XR ですね、この VR とか MR とか、そういう仮想空間の中で書ける技術を確立するで。3番目がですね、こうデジタルで書いたものをですね、個人認証だとか、セキュリティだとか、ですね、著作権を守るというサービスにつなげていく。この3つですね、人工知能、XR 空間で、セキュリティ、この3つの。えーあのー フィ,ールドあのフィールドで,です、ね、我々の既存の技術を組み合わせて新しい価値を作っていくんだということでこちらに注力していきたいと思います。これが3番目の戦略軸です。4番目の戦略軸が、ね、いろいろ我々技術会社ですって言ってるんですけどもその技術開発は単にその事業を最大化するだけではなくてです、ね、持続可能な社会にしっかりと貢献していく、まあ、そういう技術開発を目指しますということですね。あの環境であったり あのそういうい社会に対してですね、意味のある体験をご提供するそういった技術開発を我々技術会社として目指していきますということです最後これあの非常に重要なんですけどもあの5番目の戦略軸で意味深い成長ミーニングフルグロース、意味深い成長を目指しますということを掲げさせていただいていますこれはですね、もちろんこのチャプター3の向こう4年間の間ですねあの財務的なな成長はしっかりと遂げながら、 ただその財務的に成長していくことだけではなくてやはりこのワコムが今存在を許されているこの社会コミュニティの中でしっかり人間と社会にとって意味のある成長を模索していくということをですね考えていきたいと思いますいろんな成長があると思います個人にとっての成長だったりお客様にとっての成長だったり社会コミュニティにとっての成長いろんな側面の成長があると思うんですけども我々あの財務的な成長だけにフォーカスするんだけ するんではなくてですね。それをしっかり成し遂げながら、あの多面的な意味のある成長を遂げていきたいとまあこれをですね。我々の5番目の戦略軸であの貸していただいてます。あの今申し上げた5つの戦略軸をですね。あの実際にもうすでにあの実装を始めていたりですね。これを体現するプロジェクトプログラムを始めたりしています。あの今からあの少しですね。その実例とか事例をですね。簡単にちょっとご紹介したいと思います。 まず一番目こちらですねあの、まあ、シン・エヴァンゲリオン、今、もう空前絶後の人気であのいよいよあの映画館でもラストランということであのこん今月ぐらいでもう終わっちゃうのかなっていうところなんですけどもこちら、ワコムがですねしっかりとお支えしています。あの シーンエヴァンゲリオンをです、ね、見ていただくと最後のエンドロールですね終わったエンドロールのところにです、ね、ワホームのロゴが出てくるんですねあの機材協力ということで出てくるんですけどもしっかり我々,この我々の道具をですね、えー、クリエーターさんデザイナーさんにご提供してその道具で,です、ね、こういった素晴らしい作品を作っていただいていると、まあ、こ,れこういういのこの部分ですね我々の本当に基本の部分こちらをあのチャプター3でもしっかりと磨き上げていくというまあ方針です。 で次のページでこちらでお示ししているのは、ね、実はワコムの,のまあそういう映画だとかアニメ、漫画デザインそういったところだけではなくて特に昨年からです、ね、教育の現場 教えと学びの現場で我々の商品だとか技術が使われている、まあ、こういったケースが非常に多くなっています。であのコロナでですねなかなか教室に集まれない、まあ、そういった中で先生と生徒をリモートでつないでいくリモート教室だとかあとデジタル教室だとかですねあと先生がその教材を作るときに我々の,あの商品を使っていただくとかいろんな実例がここにあるんですけれどもあのこういう教育のしで我々の 技術商品が使われていくシーンがとっても増えていってますので我々、ここをしっかりとです、ね、見据えて、あのー、技術を磨いていくということを考えておりまますこれ後ほどまた新しい実例が出てきます。 あとですね教育だけではなくてこちらのページで出しているのが DX ですねあのデジタルトランスフォーメーションですね、まあ、いろんなあの会社だとかその会社のワークフローの中で,ですね行政窓口もそうですけどもこちら今実例出しているのは渋谷区の戸籍化の中でですね、えー、こう戸籍を申請するときのですね書類の 記入は紙ではなくて、我々の液タブにですね書いていただくように、そういうふうに導入していただいてるんですけども、こういったこととか、いろんな業務フローの中で、我々の商品を使って、業務のデジタル化に貢献している部分が非常に多くなっています、この部分をですねしっかり見据えて、我々技術開発をしていくということになります。 で次のページが、これはワコムのブランドではないんですけども、我々の技術をです、ね、しっかり搭載しているあの他社さんの製品になるんですけども、サムソンさんのギャラクシーのシリーズですね、もう10年以上、このギャラクシーの S ペンを我々支えていて、ですねあの、つい最近も新しい商品出たりしてますけども、あの我々のペンを搭載していただいているだけではなくて、我々が作っているそのデジタル文房具、あの三菱さんとかステッドラーさんといったその文房具屋さんと一緒に作っているデジタル文房具の 商品そのものをです、ね、このギャラクシーさんが搭載していただいたりですねそういった非常に協業の幅も広く深くなっていると、まあ、そういう形で、えー、まあコミュニティの中で,ですねお客様と一緒に新しい体験を作っているという実例になりますこちらの実例はこれ去年もご報告したんですけどもレノボさんと一緒に立ち上げたですね世界初の折りたたみパソコン世界初の折りたたみパソコンもですね ペンとタッチの部分をが、えー、サポートさせてていいただいてますこれはいろんな折りたたみの技術最近出てるんですけどもしっかりとお客様にあの販売できる商用化のレベルまで,です、ね、持っていったのは今 WACOM だけでですねであのこの辺の苦労話なんかをちょっと第2部のでです、ね、エンジニアとあの議論しながら皆さんにご紹介したいと思うんですけどもこれも われわれだけではなくてお客様とともにですね、えー、あとそのディスプレイの会社とともにコミュニティの中で,です、ね、新しい体験折りたたみの中でペンの体験を作っていく、まあ、こういったことをです、ね、取り組んでいる実例になりますこちらの実例もですねクロームブックに対応した商品を出しているということになるんですけどもクロームブックはです、ね、今めちゃくちゃ伸びていますクロームブックはですね大体教育で使われることが多いんですけども今ここにあるですねあの ロゴですねワークスウィズ・クロームブックというあの虹色のロゴがありますけどこれはですねクロームブックと正式に、えー、あのコラボしてですねあのしっかりと彼らの,あの評価を受けて合格したというあのロゴなんですね。あの板タブでですねクロームブックにつながる板タブでこのロゴを持っているのはワコムだけです。 でこれはです、ね、単にあの合格しましたってことではなくてこの開発の途中で,です、ね、Google さんですね、ChromebookGoogle さんと本当に技術レベルで一緒にコラボレーションをしてです、ね、彼らの問題点とかも直しながら我々が一緒になってこの Chromebook で板タブが使えるっていう体験を一緒に作ってきたんですねであの右の方にある部分も、ね、Android で液タブを動かすあの最近パソコンを持たれてない方非常に多いのでスマホで Wacom の 液タブが動くみたいな体験もですねこれアンドロイドのコミュニティの中でしっかり作り込んでる体験の実例になります。 こちらはです、ね、あの同じくその、まあ、コミュニティお客様の中で、えー、作っていくそしてあと人工知能を使っていくという実例になるんですけれどもあの Z 会さんとの協業です Z 会さんあの教育のものすごい大手な Z 会さんとです、ね、去年発表しましたけども協業していきますという発表をさせていただきましたで第一段階としては WACOM のペンの技術を使ったです、ね、Z 会さん専用の教育タブレットを作りました でこれを今あの Z 会社さんはご採用いただいて使っていただいてます。あの今あのいろんなご家庭にですねそのタブレットであのワコムのペンを搭載したタブレットが使われてますね。で次の段階はそのタブレットの上でですねワコムのソフトウェアを搭載したアプリケーションですね。 あのえー、記入をするアプリケーションだとかその学んでいくノートだとかです、ね、そういったアプリケーションを今開発してです、ね、これがしっかりと完了しましたでさらにこの次のステージですねあの単に、えー、タブレットで書いてあの学ぶだけではなくてそのペンから出てくるデータを使ってあの生徒さんのです、ねえー、深い教育サービスを提供していくという次のステージにです、ね、行くということでここで,です、ね、我々あの人工知能を使ってです、ね、今技術開発をしてるんですけども生徒さん一人 一人の学び方に合わせた個別最適化教育のサービスを作るんだとまあ、こういったことをイメージしながら今取り組んでいるという実例ですこれあの3番目の戦略軸で申し上げた新しい高価値人工知能とデジタルで書くということを組み合わせて新しいサービスを作っていきますと,ということの実例の一つでございます 次の実例がですねちょっと英語ばかり恐縮なんですけどもあのこれはですね一言で言うとあのデジタルで絵を描いているアーティストの人のですね作品の著作権を守るということなんですね。あのデジタルで絵を描いているとやっぱりこれ 発表するとデジタルなんで真似されちゃうんじゃないかとか誰かにパクられるんじゃないかとかですねあのそういう不安もたくさんあるんですけども今僕らが作っている技術開発はですねそのクリエイターさん、えー、デザイナーさんのですね一筆一筆の著作権を守るというそういう技術を作ってますで、えー、これをあの上に方にあるですねワコム一社ではなくていろんなピクシブさんだとかスタートバーンさんブロックチェーンの会社ともですね組んでこういった、えー デジタルであの作品を作るアーティストさんの著作権を守るんだと、まあ、そういうサービスをです、ね、我々作っています。これ、あの第3の戦略軸であのお話しした新しいコア価値のです、ねえー、一つということになります。はい、であのあ、これ VR ですね、あのこれも去年からあのご報告してますけれども仮想空間。 あのゴーグルをかぶって仮想空間を作り出してその仮想空間の中で絵を描いていくとものを作っていくという VR の創作の体験ですねこれをまさに戦略軸3番目のです、ね、新しいコア価値の3つのうちの1つですねあのこれを今えあの作ってますでこちらはですね結構もうサンプルもできていて今ちょっとこれあの動画であのデモを見せ すするとですねこの今大きなディスプレイに映ってるのがゴーグルをかぶっててるる人が見えてる風景ですで今空気中にですねこういうペンを動かしてるとですねペン型のとってもユニークなあの商品なんですけどこれを動かしてるとこんな風にあにこれはこの場合字ですけどね字がどんどんかけていくみたいなでこれがあのーまあ、いろんな奥行きを持ったあの字だったりするんですけども,もうこ,ここまでですねしっかり あのプロトタイプができていて今我々これをですねあの、まあ、来年来年度の商業化に向かって開発を一生懸命進めているというそういう形になりますはいであのこちらはですね少し、えー、技術ではないんですけれども、あのー、我々の勝ち軸、えー、戦略軸の4番目でも申し上げた我々の技術開発は あのしっかり持続可能な社会に貢献していきますと、まあ、いうところの実例なんですけどももちろん会社全体としてあの気候変動あのみたいなものに 取り組んでですね目標を掲げると同時に JCI ですね気候変動イニシアティブに参加して我として発信をしていくこういう活動をしますとで加えてですねあの今技術開発のチームの中に環境をケアする専門のです、ね、チームを作りましたでどんな素材がいいのかどんな商品の構造がいいのかどんなふうにしたらその長く使っていただける商品を作れるのかっていうことを専門的に考えるチームをですね今年作ってですね我々として環境をケアしていく 持続可能な社会に貢献していく商品作りということを取り組んでまいります。今日あのこの後の第二部ですね。そこでしっかりと開発をしてくれているエンジニアともですね、の直接の声でまたあのお届けしたいと思います。はいこちらはですねあの五番目の勝ちあの戦略軸になる。 意味深い成長を目指すということで我々その財務的な成長をしっかり遂げながらそれ以外にですね人と社会にとって意味のある成長を目指しますと、まあ、そのうちの一つの実例で実はあの2月にですねコネクティッドインクビレッジという一般社団法人のですね発足をワコムがサポートしています。で、えー、2億強のでのののすねあの寄付を拠出しながらこの、えー まあ、あの一般社団法人のプラットフォームの中でいろんなアーティストさんだとかいろんなエンジニアだとかいろんなその教育関連の人々に集まっていただいてですねあの末永く アート、テクノロジー、学びというこの人間の社会にとってとっても大事な3つの要素を末永く持続的に支えていくとそういう活動をですねしていけるような仕組みを今、僕も一生懸命サポートしています。まあ、こういった形でその財務的な成長とともにですね社会、人間と一緒に共存していくということについてもしっかり取り組んでいくということです。あのこちらはそのの実例のあの同じく一つですね あのヘラルボニーさんというこれ最近テレビにめちゃくちゃ出てるんでご存知の方いらっしゃるかもしれないですけどもあのスタートアップの会社で障害を持った方のアーティストの作品をですね商品化してそれをしっかりあのアートとしての価値を打ち出してその対価をですね あの障害を持ったアーティストの方にしっかり戻していくとそういうシステムを作っていくっていうことを目指しているあのスタートアップの会社なんですけどもまあその会社と我々深い深いコラボレーションをしてですねあのアートを通じて人間の新しい表現方法を模索したりそういったその障害を持った方であってもアーティストはアーティストですとあの境界線のないアーティストなんですとその方々にあのアートの対価が回ってくるような社会のシステムを一緒になって作っていくまあこういった取り組みをですね我々の技術を使って 使いながら取り組んでいくというま。そういうあの方向になります。 はいまあ、こういったことをですね今あの5つの戦略事項ですね実例を少しご紹介しながらご報告したんですけどもまああのそう言いながらじゃあその成長のイメージ意味深い成長というのを掲げているのはわかるけどもその財務的にはどんな成長のイメージなのというところをですねちょっとこのチャートでお示ししてますあの基本的にはですね我々しっかりと成長を継続していくということになりますこちらは財務視点の営業利益をベースとした成長のカーブですあの下半分のですね紫の青 青の部分がですね今僕らが持っている現行の技術と今僕らが稼働しているビジネスモデルですねあのペンの技術そしてあの商品や技術をハードウェアとして売っていくというビジネスモデルでですねこの青の部分の成長を作っていきますこちらはあの、まあ、ベースラインなんですけどもあの安定的な成長1桁台の年率1桁台の成長はしっかりここであの作っていくと。 でそこにです、ね、この第41期、2年後になりますね、あの赤の星印があるところを起点にです、ね、それぐらいからこの緑の部分の新しい成長のです、ね、パイを作っていきたいと思っています、これは先ほどご説明した、その3つの新しいコア技術と、えービジネス、新しいビジネスモデルを立ち上げていきますというふうに申し上げました、人工知能との組み合わせ、XR 空間との組み合わせ、からセキュリティ、えー、著作権保護みたいなものとの組み合わせですね。 こちらの。 えー、技術開発サービスが立ち上がってきてですねいよいよ新しいビジネスモデルですねあのハードウェアを販売するだけではなくてサブスクだったりライセンスだったりロイヤリティビジネスみたいなそういった新しいビジネスモデルもこの緑の部分であの発動しながら我々成長を作っていくとでこの緑と青の部分を合わせるとですね大体あの年率で2桁台の成長っていうのはあの見えるかなとでもちろんこれチャプター3の間だけでできることではないんですけどもチャプター4の、えー、時間 軸も見ながらですね我々こんな風にしっかりと成長していきたいと、やみくもにその技,術技術投資をしていくんではなくて効率的な投資をしていくとで、その効率的な投資による成長を図るということで、ね、ROIC、このえ指標を導入して、ですね ROIC の25%から30%というしっかりガイドラインを作ってですね効率的な投資を行いながら、ここにあの示しているような成長のイメージを作っていくということで考えております。 え<ス><ス> 同時にですね、こういった成長を支えていく経営の質の向上ということで、今日ここに集っているですね取締役会のアップデートもですね、図っていきます。まずは透明性の向上ということで、あの議題にもなってますけれども、社外取締役をですね、1名増やして4人から5人ということで、過半数かですね、社外が過半数と、まあ、こういった形で透明性を図り、あの専門性向上はですね、皆さん専門性を非常に高い専門性を持った方々が集っていただいてですね、あの質の高い議論をしていくと、これは継続していきます。そして そして多様性も担保していくということで今日の議題であるです、ねえー、あの女性の社外取締役に、えー、参入していただいてです、ね、あの稲松さん来ていただいてあの実質的な多様性も担保していくと、まあ、こういった形で経営の質のです、ね、向上を図ってまいります。はい、でこういったあのビジョン 戦略軸そして我々の思いを含めてですねあの意味深い成長をチャプター3の間で図っていくという考えなんですけれども最後ですねあのちょっと駆け足なんですけれどもそのチャプター3の初年度となる連結業,業績要素ですねあの少しガイダンスをさせていただきますあのもうこれ決算発表でご報告している内容なんであのさらっとあのご報告申し上げますけれどもここにお出ししている数字はですねベースラインということでまああの硬い数字ですね、まあ、いろんなリスクがあ,のあります 部品が足りないとかあとひょっとした需要は少し増減するかもしれないとかですねあとチャプター3の間で僕ら技術開発にしっかり投資をしていくんでその分盛り込んだあのまあベースライン硬い数字とあのいろんなことがあるんですけどもここには着地させますと、まあ、そういう数字をあのお示ししてますそういった意味ではこちら全社ですね前年比でいうと少し減っているような形でお示ししているんですがこれをあのグラフにするとですね あの我々第36期からしっかりと利益の成長を図ってですね昨年はこの一番飛び出ている134億という営業利益を達成したんですが、まあ、今年度です、ね、110億の営業利益ということでガイダンさせていただいているんですけどもこちらはあの今、赤線で見えるようにチャプター2で掲げていた100億の営業利益ラインというのはしっかり超えながらそこをしっ,かりしっかり上積みしながらしたところをスタートポイント。 としておいていですねさらにその右端のその次なる成長に向かってあの方を進めていくとまあそういった形で考えておりますあのブランド事業もですねあの次のページのテクノロジーソリューション事業もあの前年終わっているんですけれども形になっているんですけれどもまあこれベースラインということなんで我々いろんなあの追加のビジネスチャンスをですねしっかり今追いかけてますのであの実際少しでもそこのベースラインでお示した数字より上振れをしてですね あの着地するということを目論んでですね、あの取り組んでいきます。で、投資はですね、あのハイライトは一番上の研究開発費、60億円のところですね、あの前期比で29%増ということで、非常に多いんですけれども、今ご説明したようなチャプター3の中で、いろんな技術開発といろんな技術イノベーションを起こしていきますので、そこにしっかりとお金を使わせていただくという形になります。 最後、ですねあの株主様への還元策ということであの利益配分の基本方針は変わっていないんですけれどもあの配当につきましては配当成功30%程度ということであの昨年度の普通配当金ですね特別配当を抜いたあの普通配当金13.5円からしっかりと安定的な増配ということで15円。 を、えー、予測させてていいいいただいているということとううこですねあとそののもう一つの株主様への還元策として、えー、自己株式取得ということで向こう4年間の間に総額100億円を上限とする自己株式の取得ということで我々あの方針を発表しております。まあ、こういったあの、まあ、増配とですねこの自己株式取得の実施によってしっかりと株主様に、えー、還元していきたいというふうに考えております。以上ですねあの 第38期のまあ事業報告と、あとそのそこから続くですね、今期からの続くチャプター3新しい中期方針のキーポイント、そしてその初年度となる今期第39期のですねガイダンスをさせていただきました。ありがとうございます。後ほどご質問をあの受けたいと思います。はい。えー それではです、ね、以上、第38期の事業報告連結計算書類及び計算書類の報告を終わりますそれでは株主様から事前に質問をいただいていますのであの回答いたしますまず初めのご質問なんですけれども2021年5月12日に開示しました自己株式取得の方針に関連して具体的にいつごろ自己株式の取得を実施するのかというご質問を複数の株主様からいただいていますと。 えー、こちらの質問につきましては、議長の私から回答いたします。そうですねあのこちらにつきましては、自己株式取得の,あの実施の状況だとか、えー、タイミングについてのお問い合わせは複数いただいております。あのこちらにつきましては、ですねあの決算発表のときにご報告した、まあ、向こう4年間であの総額100億円を上限として実施していきますと、この方針は変わりません。で今ですね、あのーまあ、これはあのなんか 4, 4つに割って均等に実施していくということではなくてこういろんな環境をですね鑑みながら機動的にあの自己株式の取得を発動していくというところがポイントになると思うんですけども今は、ね、そちらの、えー、機動的に発動できるようなその準備を あの進めているということになります。であのいついつからやりますということはあの申し上げないんですけども、そのやるあの実施するときはですね、しっかりとここの取締役会,会で議論をして決議して、あの辞退なく皆様にご報告コミュニケーションをしてですね、この自己株式の取得ということを発動していきたいというふうに考えております。はい。はいえー、以上、えー、議長私の入れからご回答申し上げました。えー、続きましてですね。 えー、ご質問なんですけれども当社デジタルペンがスマートフォンの分野で広く採用されるための方策についてということでご質問いただいていますこちらもあの議長私の井手からご,あのご回答申し上げますそうですあのスマホにペンを搭載するっていうことで先ほど事例でも申し上げたあの ギャラクシーのスマホがとてもハイライトされているんですけれども、まあ、それ以外のスマホに対してもペンの搭載の状況どうなんですかということだと思いますこちらについてはですねあの我々としてですねあのしっかり技術開発を進めているという形になりますであのどのお客様といついつってことは申し上げられないんですけれどもやはりそのスマホに ペンを搭載するというのはとっても難しい技術でそのディスプレイとの組み合わせだったりあとそのお客様のスマホってどんどん薄型化していったりもするのでそういったところに対応する技術をしっかり我々今開発していると、まあ、いうところになります。でですね、あとワコムのペンの技術というのはワコムのペンとそのペンの信号をしっかり受け取って、あのー、こう処理するです、ね、半導体。 半導体チップをです、ね、本体側に埋め込むと、でこの、まあ、センサーを引くと、このペンとセンサーと半導体によってワコムのデジタルで書くという体験は作られているんですけれども、この半導体の部分はワコムが作っているものだけでなくてです、ね、あの他社さんと協業して、 他社さんの半導体であってもワコのペンが動くというような実はそういう仕組みを作ったりしています。これあの第2部でですね、それを実際にやってるエンジニアのあの声を生でお届けしますけれども、まあそういった仕組みを作りながら実はあの。えー ギャラクシーだけじゃないスマホにもですね、ペンが搭載されたりしていてですね、あの小さい事例なんですけどもあの昨年、ですね、あのギャラクシー以外のスマホにも Wacom のペンが使えるスマホということが実は発表されたりしていてですね、まあ、そういった形であの少しずつではあるんですけどもそのス,マホ、まあ、スマホとタブレット最近境界線がなくなっているんですけどもこういったスマホ、タブレットあのパソコンこういったものに、ね、どんどん Wacom のペンを実装していく搭載していくというあの活動を進めてまいります。 以上上、えー、ご回答申ししげました、えー、続きましてですね、えー、2022年4月に東京証券取引所が実施を予定している証券取引市場の再編に関して当社がプライム市場とスタンダード市場のどちらへの申請を予定しているのかというご質問ですこちららも議長の私から回答いたします。 そうですね。あの、こちらのプライム市場、えー、につきましては、あの、我々の方からですね、あの、まあ、公平な情報開示、フェアディスクロージャーの視点からこれを目指してますとか、いついつ申請しますということはちょっと申し上げれない。まあ、あの、申し上げることはできないというポジションなんで、そこはちょっとご勘弁 <laughs>、あの、いただきたいという風に考えています。ただ、あの、まあ、プライム市場でいろんなこう要件ですね、条件が、あの、こう出されていますけれども、そういった条件をですね、プライム市場。 かどうかは関わらず、ですね我々としてその時価総額であったりその流動性の確保であったりあと、そういう人材の確保サステイナビリティに対するアプローチ、まあ、そういった我々企業としてしっかりやっていく,やってあのいくべきことをですねあの今、準備しているという形であのご回答を申し上げたいいいと思いますはいえー、以上、ご回答申し上げました。 え続きまして、ですねえのご質問なんですけれども、東京証券取引所の市場再編に伴い、改定されたコーポレットガバナンスコードに関して、社会、環境をはじめとするサステイナビリティへの当社の対応方針と、中核となる人材の多様性確保に関するご質問をいただいています。ここちららもででですすすねね議長のの私からご回答申し上げますそううガバナンスコードの改定ということい えー、この人材をどうあの中核となる人材をどう確保していくのかそしてその社会のサステナビリティということに対してどんなふうにアプローチしていくのかこういったことがですねその業績だけじゃなくて非常に大事な指標としてハイライトされていますで我々この中核人材につきましてもあの、まあ、主にですねその技術者メンバーをが中心となるんですけれどもあの本当にそのいろんな多様性を持ったですね、えー、技術者をですねあの採用してしっかりとその次の世代につながっていくような、えー この組織にしていくとの後の第2部ですねエンジニアのえ生の声をお届けするというふうに申し上げてるんですけどもあの日本のえエンジニアだけではなくてグローバルで僕ら開発をしてるんでいろんなその国籍のエンジニアのですね声もです、ね、あの株主の皆さんにお届けしたいと思いますそうですねであとはですねあのサステナビリティですねこちらについてもですね えーまあ、持続的な持続可能な社会にということで、まあ、環境面であったり社会への関わりだったりですねそういった部分、えー、先ほどご説明しているようないろんなその取り組みを我々、えー、しっかり、あのー、実施してですね、あのーまあ、サステナビリティの部分についても我々、まあ、その条件に合うためというよりも我々がこの社会で企業活動していく責務としてですねそれを果たしていくという、あのー、その方向で取り組んでいきたいと思っています。 えー、以上、私からご回答申し上げました、えー、続きましてのご質問なんですけれども成長が見込まれる VR と MR の分野について具体的な事業化の予定があるかまたそれ以外の分野で予定している新規事業があるかというご質問をいただいていますこちらも議長の私から回答いたしますあの VR、MR ですね空間に変えていくという先ほど申し上げたこちらの、えー、商品、ソリューションなんですけれども先ほど申し上げたように今プロトタイプをですね一生懸命開発を加速していてあの 来年度にはです、ね、あの小さな形であってもお客様に販売できるような形でなんとかこれを事業化していきたいなと、まあ、そういうタイミングで考えているということと、ね、VR、MR 以外の成長分野、新規分野というところでもです、ね、あの5つの戦略軸でご報告したようなその人工知能との組み合わせだとか著作権、セキュリティとの組み合わせで僕らのデジタルペンを使っていくこういったこともです、ね、あのこのチャプター3の中でしっかりと事業化をしていきたいと。 風に考えておりまます以上上ご回答を申し上げましげた、はいえー、続きまして、ですね当社が2020年10月9日に発表しました学習塾の Z 界グループ様との業務委託契約についてその後の進捗状況と今後期待する成果についてご質問をいただいています。 はい、こちららも議長の私からご回答いたします昨年ご報告した z 会様との,です、ね、あの協業先ほど少しご報告を申し上げましたけどもあの第1段階我々のペンの技術を使った専用のペンタブレットの、えー、を導入していただいているということそしてそのペンタブレットの上で,です、ね、動く WACOM のソフトウェアを使ったアプリケーション これの開発がしっかり完了しているということと、いよいよその次に向かって、ですね僕ここらのデジタルデータ、インクデータを使って、ですねどれだけその生徒さん一人一人の学び方に合わせたサービスを作っていけるかというような、次世代の教育サービスを一緒になって研究していくという、そういうステージに、ですねあの着々と歩を進めているという形になります。はい、ありがとうございまます、はいえー、こちららも、えーえー、議長の私からご報告申しし上げました そうですね、で続きましてのご質問です、えー。教育分野への参入について他社と協業して共同開発を進めているとのことですが本来、ハードウェアメーカーである当社が最終的にどのような形で利益を出そうとしているのかまた、教育向け端末として有力な Chromebook について USI 方式対応のスタイラスペンを販売しないのかというご質問をいただいています。あうすそうででね、あのー、教育分野での その僕らの価値提供ということなんですけれどもこちらを、ね、もちろんあの今、えー、実例でも出てましたですね学び教えの場で我々の、えー、液タブだとか板タブが使われているというあの商品そのものを売っていくでワコムの技術を搭載したあのいろんなメーカーの方々のパソコンだとかタブレットが教育の現場に入っていく。まあ、これ非常にあの分かりやすいあの ビジネスですただこれは全部ハードウェアビジネスですね。で我々が教育分野であのイメージしているビジネス,ビジネスはこのハードウェアを使っていただくということに加えてですねこのペンから出てくるデータを使ってやはりその教育に特化したサービスを、えー、運営していきたいとそういうふうに考えております。あの先ほど来出ているあの例ですけれどもその僕らの,あのこうソフトウェアで,です、ね、その生徒さんが書いている筆跡を捉えて でその筆跡をいろんなデータと組み合わせてですねその生徒さんがあのちょっとあのゆっくりの学び方だよねとかひらめき方だよねとか国語はちょっと不得意なんだけど英語はもうガンガンいくよねとかそういった生徒さん一人一人の学び方の特性みたいなものを僕ら人工知能を使ってあの抽出することができる、まあ、こういった特徴を生かしてですねあのハードウェアとして教育の現場でペンを使っていただくことに加えてこのいかにあの 個,のえー、個,の個に合わせたです、ね、あのカリキュラムを作れるかとか次解め、解くべき問題はこれですみたいな本当に個に寄り添った教育サービスこれからこれがどんどん増えてくると思うんですけどもそういったサービスをパートナーさんお客様と一緒に作りながらですね、これをサービスとして展開するワコムが1社でその教育サービスを運営しますということではなくてそういった未来の教育サービスの,の中でですね 切っても切り離せない一部をですね、ワコムがソフトウェア、えー、技術として担いますとこの技術をご提供するからこの新しい個別最適化教育サービスが成立するんですとなのでこのハードウェアに加えてですね、ハードウェアの販売に加えてこのソフトウェアの部分ですね、僕らプラグインと呼んでるんですけどもそのサービスに装着していくようなソフトウェア技術これについてですねあのビジネスモデルとしてはライセンスであったり ロイヤリティであったりあのサブスクリプションであったりあのそういったあの生徒さん一人一人にあのチャージをさせていただいて、まあ、そこからレベニューシェアをいただく、まあ、そういったような新しいビジネスモデルもイメージしながらこの教育における WACOM の価値提供ハードウェアプラスソフトウェアサービスで新しいビジネスモデルでそれを運営していくと、まあ、そういったイメージを持っております。 でもう後半のご質問にあった今、伸びている Chromebook の、ね、USI のペンに対してどう対応するのかこれあの少しご説明しますと Chromebook が今、どんどん伸びていってです、ね、その Chromebook が推奨しているペンの方式というものがあるんですねそれは USI という方式で Universal Stylus Initiatives という略なんですけどもこの USI というコンソーシアムみたいなものがあってそこで使用 あの策定して定義して、まあ、そこで出てくるペンをですね使うんだということを Chromebook が推奨していますであのまずはですね実はこのコンソーシアムに Wacom が入っていますで Wacom はですね実はこの USI というコンソーシアムの中に入っていてですねしっかりとまあこれを開発できるあの、まあ、準備はできているということと Wacom のペンはです、ね、実は Wacom のオリジナルの方式でないものについてもですね あの対応すするることができるんできんねで例えばマイクロソフトさんがサーフィスブックだとかそういったところで独自のマイクロソフトのペンの方式を出されてるんですけども実は Wacom のペンはですねマイクロソフトさんの方式も自分たちのペンの中に入れることができるんです我々そういう非常に特殊な技術を開発していてこの地球上で Wacom これができるのは Wacom だけなんですけども、まあ、こういった形すでにもう実施してるんですけども Wacom のオリジナルのペン の技術以外のものもですねワコムのペンの中に取り入れてどれでも使えますよと、まあ、そういうあの体験を作ることができるんですね。まあ、この文脈の中で USI の方式についても我々しっかり開発を進めてですねワコムのペンなんだけどワコムの、えー、オリジナルの技術も動くしマイクロソフトの方式も動くし USI の方式も動くよねと、まあ、こういった、えー、世の中にないですねあの付加価値を我々ご提供していきたいなと考えています。あとそのは USI だけじゃなくて 先ほどご報告したようにワコムのペンタブとかそういったものがこう付属品として装着されてペンが同梱されてなくてもワコムの板タブとかでいろいろ書けるそういった体験もです、ね、我々、いろんな方面です、ね、この今伸びゆくクロームブックをしっかり支えているというあのそういう戦略を取っております。はい、えー 以上ご回答申し上げましたはい a、えー、事前にですねいただいたご報告、えー、報告事項に関するご質問は、えー、以上となりますあのいろいろご質問いただいてですね少し服服装するあのー、重複するご質問等はですねこちらであのサマリーをしてご回答、えー、申し上げましたはいそれではですねあのこちらあの会場の,えあの現場とですねあとオンラインでご参加いただいて いただいている株主様から、えー、報告事項につきましてのご質問をお受けしたいと思いますで会場の株主様がですねご質問をいただくにあたってはまず挙手をしていただいてわたく私が指名してからご起立願います で株主様のですね前方のマイクへ係の者がご案内しますのであのマイクが前方に立っておりますのでそこにあの株主様がご案内しますのでそちらでお手元の出席票の番号のみをですねおっしゃっていただいて名前は結構です番号のみをおっしゃっていただいて要点を簡潔にまとめてご質問いただければと思います。それではでははすすねあのご質問お受けいいたします、はい それではあの真ん中の前列の株主様ご質問をお願いいたします。あのそちらの前方のマイクの方でお願いいたします。え、W7 です。すえっとあであのえっ、ー、と事業計画のところでですね。またあの、えー、質問と提案があるんで、あのちょっとこちらの方はこのえっ、ー、と役人関係のところについてのあの質問というか提案について。 でさせていいいたただきたいと思います、えっと、いつあの去年までだと大体あの教育分野とかあの行政とかのデジタル化とかそっちの方へのついた質問とか提案というのをさせてもらったんですけども今年はちょっとあのアウトボーンにかあの絞った形の,あの質問提案をさせていただこうかなと思っていてその中であのこちらの,あの社外取締役についてのですね えー、質問ないし提案という話なんですけれどもあの、ちょっとすで、えー、に対応されてたら、ですねもう対応済みということでお答えいただければ結構なんですけれどもあの、ちょっとざっと見たところでは、ですわ、ね、りとあの技術部門出身の,あの方が社外取締役に名を連れてるなというふうに思ったんですけれども、ただ先ほどからの事業あの説明とかの中で、ですわ、ね、りとあの、えー、VR とかあのアート分野についての,あの説明というのは、 こ、まあ、今年は例年よりもちょっと多い感じがしたんですけども、そうすると、あのできましたらです、ね、アートとか、このデジタルアートに詳しい、あるいはあの知見を持っている方をです、ね、社外取締役とかあの、そういった重要なところに入れてです、ね、そちらの方の知見も取り込むような形にされた方がいいんじゃないかなというふうに思うんですが、それについてはどういうふうにお考えでしょうか。 7番の株主さんもご質問いただきましてありがとうございます今いただいたご質問の内容ですねあの取締役会の構成あの社外取締役を含めた取締役会の構成を見るとあまあのまあ 技術をあのですね強い技術とということを中心に構成しているように見えるけれども、まあ、近年、そのデジタルアートだとか、新しいそのアートの在り方みたいなことがですね、まあ、議論になってくる中で、その辺のを専門にしたですね取締役を招聘して、わが国として対応するプランはあるのかと、そういった内容のご質問でよろしいでしょうか。ははいいいあありがとううございます、はい、そうですそでね、あのー、今、えー あのご提案いただいた内容すごく、えー、我々としてもですね検討させていただきたいと思います。で我々はですねああのまもともとデジタルで書くという道具をご提供している、まあの道具屋というふうに僕ら呼んでるんですけども道具屋のポジションとして本当にその クリエーションの現場とはですね非常に近しくやらせていただいてますでその制作の現場だったり作家先生だったりそれこそアーティストの方だったりですねでその方々と非常にまあ、直接ですねあのコミュニケーションとその連携をしながらあのいろいろ、えー、あの技術開発であったりあのコミュニティ作りまあったことをですねさせていただいてますまあ、それをまあ、そういったことをですね。 あの少し、えー、あの全体視点を含めながら今後どんな方向でそういうコミュニティを作っていくのかみたいなことをですね確かにその指針であったりそのディレクションだったりそういったことですね非常に質の高い議論をしながら我々としての方向を定めていくというのは非常に有用だと思いますんであので、まあ、取締役会の中にそういう方々が入っていただくのかそれともしっかりとそういう我々コミュニティと連携してますのでそういった専門の方々に来ていただいてあの我々の知見を深めていくとかあと その日常的にですね、そういった方々とのコミュニケーションをあの取締役会としても作ってですね、我々とのそのデジタルアート、そういったあのあの現代アートに対するあの知見経験をどんどん高めていくと、まあ、そういったことも含めてですね、あのぜひちょっと検討させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、えー、以上あの議長の私からご,ご,ご回答申し上げました。それでは。えー はい、そちらの株式の方ですかね。あ、違いますかね。はい、すみません。それでは、えー、ご質問あればよろしくお願いします。大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とそれではですね、あのー、えっ、ー、とですね、今こちらの会場にお越しいただいている株主様のご質問に加えてですね。 えー、今こちらは、はい、あのご質問はないようですのであの動画配信をですね今オンラインであのご覧いただいている株主様からもですね、あのー、ご質問をお受けしたいと思いますはいすで、えー、に事前にいただいていたご質問であるとかですねあとこの会場にお越しいただいている株主様とのご質問と被るものがあればちょっとそちらをですね、えー、割愛させていただきたいんですけどもあのどうぞですね えー、オンラインであの動画配信をご覧いただいている株主様もですね、ご質問をお願いいたします。はい、ありがとうございます。えー、そしたらこの二列目つめの、えー、前方の株主様、はい、あ,あの番号だけもお願いいたします。あの番号十一番の高橋と申します。お疲れ様です。あ,ありがとうございます。 まあ、例,年あの例年というか、だいぶ前、ですね、えー、あの執行、まあ、役員だったと思うんですが、海外の方をね、えー、海外のまあ現地の社長さんとか、入ってたと思うんですね、それで、まあ、この場にも呼ばれたことがあるんですけども、まあ、今日のお話とか、あまり海外の話が、えー、ちょっと出てこなかったので、まあ、そこらへんの状況、どんなふうになっているのかということですね、まあ、コロナ禍ということもありますから、まあ、ちょっと例年と違うかもしれないんですけども、あの教えていただければと思いまして。 えーまあ、質問といいますか、はいえ、お願いで、えーはい、よろしくお願いしますはい、はいえー、ご質問いただきまして、今、いただきましたご質問内容ですけれども、ワコムのこの事業運営の中で、その海外、グローバル運営をしている中で、海外のメンバーがですね今、どんな役割を、どんな、えー、貢献をしているかと、でどんな、えー、全体の運営の仕方になっているかというご質問の内容でよろしいでしょうか。はい ありがとうございます。えー、こちらはですね、議長も私いでからご回答申し上げます。そうですね。あの今日今日はあのコロナってこともあってなかなかあの海外現地から飛んでくるってこともできない中でのですね、あのー、配信になっております。で、あのまずその執行の部分ですね。あのしっかり、えー、いわゆるグローバル運営をしていて、あのー、実例を挙げますとですね、あのー、このワコムのブランド。 ををつつけた製品を販売しているビジネスユニットがあります2つありりまますす、えー、クリエイティブあのビジネスユニットビジ,ビジネスソリューションビジネスユニットですねあのそれぞれ、えー、クリエーションの向けから B2B 向けそ,その両方の,あのビジネスユニットですね事業部ですね事業部の事業部長はファイクと。 いいいううののとととピータータことでで、えーまあ、海外ですねはい、あのー、まあ、ヨーロッパにいますけれどもその責任者事業責任者としてあの海外のものが担当しているとでさらにですね、えー、今日もいろいろお話ししたそのハードウェアだけではなくてソフトウェアを組み合わせてという話をしましたけどもまあ、そのソフトウェアの部分の開発を担っているインクディビジョンという、えー、インクのその開発 大きなグループがあるんですけれどもこちらもですねハイジワンという、まあ、こちら女性になりますけども女性の、えー、外国籍の人間がですねしっかり責任者として、あのー、あの活動しています。 こう、<laughs> あのマネジメントのメンバーを見るとですね、あの、むしろ外国籍の方が多いぐらいの、そのグローバルのお客様に対して価値をご提供しているオペレーションになっていますので、あの、本当にそこはあのバラエティーとですね、多様性と、あの、まあ国籍というところも含めてですね、多様性があの確保された運営になっています。で、またその、先ほど株主様おっしゃっていた、そういう、まあ地域ですね、地域のえ部分につきましても、それぞれの大きな地域の塊で。 えーまあ、ビジネスの運営だけではなくてその文化だとか、あとそういう労務だとか、そのチームメンバーの,、えー、あの従業員の,そのケアだとか、そういったこともその地域の塊でやっておりますけれども、そのいわゆるあの、えー、あの地域のそういうエンティティヘッドというんですかね、あの地域の組織のヘッドにつきましても、それぞれのローカルのメンバーがです、ね、やってますで。特にアメリカはその女性の、えー あのアマンダという人間がそのヘッドをやってますしあの中国もです、ねえー、あのマンディという女,女性がです、ね、ヘッドをやっていて、まあ、そ,ういうそれぞれの地域でそれぞれの,あの人間がです、ね、あの地域も運営しているという形であのちょっと今日はご紹介できてなかったりそのコロナ禍もあってお顔を見せる チャンスがなかなか少ないんですけども、あのオンラインでは全員あの今参加してですね、しっかり株主の皆様にのお声に耳を傾けていますけれども、こういった形でまあグローバルのチーム編成で我々日々あのビジネスを運営しているという形になります。はい、以上でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、えー、っとですね。 はい、ああそれではですね、あのー、今オンラインの方からですね、えー、っとご質問をいただいているので、そちらの方についてお答えしたいと思います。えー、それではですね、まず一番目のご質問なんですけども、脱二酸化炭素に向けて今後何か実施されることはございますでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、あのこちらのご質問につきましては、あのー、議長のタクシーでからご回答申し上げます。 そうですねあのー、まあ、CO2、出す CO2 ということで我々、ウェブページにも、えー、ご報告しているんですけども、まあ、目標を定めてしっかり我々のビジネスの運営の中で出す、ねののえー、CO2 ということで取り組んでいくとまあ、いうこととですねあと、先ほど、えー あのー、ご報告した気候変動のイニシアチブにも参加してですね、一社だけではなくてそのコミュニティの中でそういうあの気候変動といったことに対して取り組んでいくということも考えています。そしてあのこれは少し細かい取り組みになるんですけれども、大きな意味でその脱 CO2 ということで、まあそういうあのものを何ですかね、こう使い続けていくとか、あとそういう商品についてもなんかすぐに捨てられないような商品、こういったその環境に優しい、えー、出脱 CO2 に寄与していくような商品作りをどうしていったらいいかということを我々の技術開発部門でもうあのしっかり専門の部門を立ち上げてですねまあやっているのとちっちゃい取り組みなんですけども例えばここに我々の 商品群をでですすすねね今展示しておりますステージにです、ね、でこれあのワコムのブランドの製品もあればお客様の製品もありますけど今これを展示している商品あの展示している台ですねこれ例えばあの廃材でできてるんですねであのいろんなその建設現場で出てくる廃材みたいなものを使ってこういったあの舞台の上で展示する展示台だとかあとこういう展示あのステージそのものをです、ね、廃材で作って。 でですね、それをずっと使い続けていくみたいなそういった小さな取り組みなんですけども我々としてですね企業の,あのここに、えー、コミュニティにですね生きている責任としてです、ね、そういったことに取り組んでいきたいとに考えております。 えー、ありがとうございます。それではえっ、ー、と二番目のですねあのご質問ですね。企業の持続的な成長を意識したときにご自身の後継者計画や次世代の経営幹部の育成についてどのようにお考えでしょうかというご質問をいただいております、えー。ご質問いただきましてありがとうございます。はい議長の私入れからご回答申し上げます。そうですねこの後継者計画あの計画だとかあと次世代に,に あの向かってですね、どんな風にあの人材を育てていくのかというのは本当に重要なテーマで、あのこちらの取締役会でもですね、その最重要テーマとしてこれをあの議論しています。であのもちろん何ですかね、えー、あのまあ次世代幹部っていうあのこともあるんですけれども、やはりその全ワコム全体の中で。 こう働く空間を作ってる中で、一人一人のメンバーがですね、その成長していける成長空間をどれだけ作っていけるかというようなことをですね、我々意識しています。で、あのまあ、幹部に登用していくっていうあのピラミッド型の組織でその幹部をこう登用していくっていうそういうアプローチも当然我々意識しながらあのワクムとしてですね今やっているユニークなアプローチというのはそのまあ、年齢だとかですね、そういったことに関係なくですね、役職とかいうことに関係なく、あいのろいろ いろんなプロジェクトを動かしてるんですけどもものすごいパッションだとかもうこれにもう命かけてやるんだみたいなそういうあのなんかそういうとってもこうエンゲージメントというんですかねその、えー、深いあの思いを持った。 あのチーームメンバーといいうのはやはやりたくさんいますそういった人たちをですねあの役職だとか年齢関係なくプロジェクトのリーダーに仕立て上げてですねあの権限を委譲してどんどんその仕事をやっていただきながら成長していくでそのピラミッドの階段を上がって上り詰めていくっていうことだけではなくてその現場で思いを持って情熱を持ってその仕事をするとでそれをチームを動かしていくチームを作っていくというようなそう,いったけそういったことをですね経験できる成長空間を たくさん僕ら用意していてですね、あのそういった中で、あの一人一人が成長していただいて、で将来を担う、そのまた幹部チームにもなってもらうということも考えながらですね、ちょっと組織あの運営をしているということでございます。はい、以上回答させていただきましたありがとうございます。三番目のご質問ですね。えっと。 今年の新入社員は例年に比べて増えておりますでしょうか？あ、ご質問いただきましてありがとうございます。はい、あの議長の入れからご回答申し上げます。そうですね。あの、今年の新入社員というと、あの、えっ、ー、と、これからになりますね。で、あの、あの、劇的に増えてるっていうことはないです。ちょっと我々もそのグローバルで1200人ぐらいですね。で、日本で言うと400人強ぐらいの、そういったサイズなんですけども、なかなかその。 えーあのー、こうたくさんですね新入社員の方入っていただくってことは難しい部分もあるんですけれどもこちらはです、ね、継続的にやはり先ほどのご質問にありもうありましたけども世代をちゃんとつないでいく。 というまあ視点でですねあの新入社員の,あの積,極積極的な獲得ということをしたいのとあとそのまあ育てていくっていうことだけじゃなくて最近のその若い方々ですね皆さんやっぱり非常に鋭い感覚だとかあとやっぱり若い人ならではの感覚っていうのはやっぱりありますのでそういったこともどん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 ん我々の その商品だとかソリューションだとか技術に取り入れていきたいという思いもありますんであので、えー、新入社員第2新卒関わらずです、ね、そういう、あのー、新卒ってことにこだわるわけではないんですけどもそういったその新しいあの方々をですねどんどん入ってきていただくという形であの取りり組んでいいいいきたとと思まますす、はい、ありがとうございます、えー、次のご質問ですね。えー 四番目ですね。えー、っとこちら技術革新邁進に伴い経営計画より前倒しで進んでいることは大変評価しております。その反面株価がああの上がらない。 いいことはどう感じていらっしゃいますでしょうかというご質問いただいております。はい、あのー、ありがとうございます。こちらについても議長のタクシーでからご回答申し上げます。あのー、はい、ご評価していただいて大変ありがとうございます。そうですね。あの株価についてはこちらのまあ株式市場ということで我々あのワコムという企業の立場でその株価が高い低いとかコースラーするということを申し上げる立場にはないので、あの我々としてはですねちょっとここではコメントできないんですけれども。 あのただ、我々の本文としてです、ね、ずっとご説明してきたようにそのしっかりとこの新しいチャプター3という新しい中期方針をあの全力でやっていくということとその財務的な成長も先ほどあのお示ししたイメージですねしっかりと作っていくとそして、その単にその財務的な成長だけではない人間と社会にとって意味のある成長を模索していくんだと。まあ、このですか、ね、基本線を 外さずにですねしっかりと申し上げたことをやっていくという形であのこうこ企業価値をですね高めていきたいというふうに考えておりますはい、以上ご回答申し上げましたはい次のご質問ですね、えー、これからも株主総会の動画配信はあるのでしょうか地方で会社説明会は検討していますかというご質問をいただいております えー、そうですねあの、ありがとうございます、このご質問につきましても議長、私から誤解と申し上げます、えーあのー、株主総会の動画配信ですねあの、来年度とかそういったことをおっしゃられていると思うんですけども、はい、あのその予定でございます、えー、コロナのがです、ね、状況が終わっても、ですねやはりその幅広い株主の株主様のです、ね、方々とちょっとコミュニケーションさせていただく場として、ですねこの株主総会はですね、 あのしっかりと動画配信、動画ライブ配信も含めてやっていきたいと思います。で、実はですね、あの今日今やっているこの第1部と、このあと行う第2部に加えて、ですね本日、夕方あの5時からなんですけど、海外の株主の様に対してもですね、あの前編、英語で、あのあの少し内容はあの、えー、変わる部分もあるんですけども、 海外の株主様に対しても我々あの直接メッセージをあのお届けして直接質疑応答するというセッションをあのやってまいります。これはオンラインです。あのオンラインで海外の方々に向けて全編英語でやります。まあそういった形で我々としてこう開かれた総会ということであの意識して今後も運営してまいりたいと思います。はい、以上ご回答申し上げました。えー、あ、最後ですね。あのご質問、えー、オンラインでいただいているご質問の最後になると思います。えー 読み上げます伊手、えー、社長が就任前に100円玉で買える電子ペンを目指すとおっしゃられていましたがこれは先ほどの説明にあったサブスクなどのプラグインと関係しているのでしょうかというご質問をいただいています。あのー 議長をいよりご,ご回答申し上げます。そうですね、このご質問時々出てくるんですけども、あの雑誌がの取材でですね。あの取材をされた時に100円玉で買えるペンを目指すんだということがあの言ってたということで記事に出てます。で、これ前も申し上げたんですけど。 あの私ですね100円とは言ってなくてワンコインで買えるペンというふうに言ったんですねワンコインっていくらやねんみたいな話なんですけど、まあ、100円もあれば500円もあれば、まあ、いろんなあの国のコインありますけどもあのイメージとしてはそのなんかペンって高いよねっていうことではなくてそういうコインで買えるようなそういったあの皆さんに。 もう文房具のような当たり前のようにこう広がっていくそういう世界を目指しますという意味を込めてワンコインで買えるペンを目指しますということを申し上げましたで今ですねまさにまあそういうあのあの、まあ、100円とか500円とかあの市場価格があってあのそういうところにはまだ行っていないんですけれどもあのまさに今ご質問の方がおっしゃっていただいたようなその新しい価値のご提供の仕方 によってはですねまさににあのそういういい形になると思まますまずはですねやはりそのペンの種類を増やしていくということで今日あの第2部これからの第2部でもご説明しますけどもそのいろんな文房具屋さんと組んでですねいろんな種類の無限のペンが増えていくとまあそういったことをそういったことをです、ね、技術開発の仕組みとして取り組んでいたりですねでそのペンを一本一本販売するというあのハードウェアのビジネスもあるんですけども先ほどご説明したようなソフトウェアサービスと組み合わせてですね サブスクになったりもしくはその、えー、この1ヶ月その1本いくらみたいなそういったあのあのチャージの仕方になるかもしれないですし、まあ、そういった、えー、可能性はです、ね、たくさんあると思います。あの僕の、えー、意図としてはです、ね、やはやり あのペンってなんか珍しいよね電子で書けるペンって珍しいよねというそういう世界ではなくて誰もがですね当たり前のように電子ペンを使っていただける世界でそれをあのプロとしてあの絵を描かれるという方々創作をされている方々だけではなくてその教育の現場だとかいろんなそのビジネスの現場でその垣根なくですねあの電子のペンが使われているようなそういった世界をあの作っていくんだということであの技術開発と仕組み作りですねをやっていきたいというふうに考えております。 はい、以上ご回答申し上げました。はい、えー、ご質問ありがとうございます。えー、最後ですね、こちらあの、えー、あのー、オンライン上のご質問をお受けしましたけど、もう一度最後にこの会場の中ですね、ご質問があればお受けしたいと思うんですけども、大丈夫でしょうか。はい、それではあの後、ー、方、えー、の株主様マイクの方にお願いします。 あすいません、二十一番の株主でございます。あの先ほどあの、えー、と株価に関してですね、あのご質問ございましたけれども、えー、とやはりあの今の現状の株価は七百円台というところがですね。あの若干アピール不足ではないか、というふうに考えております。で業績はあの前期絶好調でですね。あのまあ株価も一度、千円を超えてきております。けれども、えー、IR の担当役員の方にですね、あの実際、IR の今の。 昨年度のアピールの,その実績等も教えていただきたいというところが1つとあと証券会社のですねターゲットプライスが1300円ぐらいまでなっておりますがあ,のあとコロナ禍でですね、えー、学習関連で業績があのいいというふうに、まあ、見込まれているにもかかわらず、まあ、あのコロナがですね収束すると、まあ、業績が落ちていくのではないかというところであの一部株価が下がっているところもあると思うんですが、えー、その辺も含めましてですね 今後、自己株買いについても、あの言える範囲はまあ難しいと思いますけれども、もう少し踏み込んだコメントをお願いしたいというところでございます。まあ、どちらにしろ、もう少しアピールをしっかりしていってです、ね、あの投資家にえ特にえ買っていただける個人だけじゃなくてです、ね、あと、ああ外資系が一部、空売り等もしているというふうに聞いておりますので、この辺も対応しっかりやっていただければ、あの少し、それも収まってくるんじゃないかというふうに思っております。 ごご質問いいただきまましてありがとうございます,そうです、ね、あの今、いただいたご質問の内容なんですけれどもあの、まあ、株価ということを切り口に、ですねその、まあ、業績はあのしっかりと出してるけれども、そのアピールの部分ですね、あのアピールの部分とその株主様、投資家の方々に対するコミュニケーションの部分ですね、こちらを、まあ、どういうあの形でどれくらいあのやっているのかということと、まあ、そこと絡めて、ですねあの一つ施策としてあの還元策として打ち出している えー、あの自己株式の部分ですね、こちらについての再度の,のコメントという、この2つの内容でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございますそれでは、えー一番あの、一番目の内容につきましては、えー、の IR の担当でもある財務担当の、えー、町田よりですねあの、ご回答申し上げます。 議長の指名によりまして財務担当町田の方からですね今のご質問に対してですね、えっと、答えをさせていただきたいというように考えておりますまずあの三十八期のですね、まあ、私どもの IR 活動の実績ということでございますあのまず IR 活動としましては特に後半の,あの後半にですね あのオンラインというような形でですね、えー、本日議長を務めております、まあ、井出の方がですね決算の説明ということをですね年に2回やっておりますあそこにはですねさまざまな機関投資家の方々もですねあのご参加をいただいて我々の業績ですとかそれから本日説明のございましたですね中期の経営方針と。 えー、いったものの、のご理解をですね、高めていただいているという理解をしております。えー、加えましてですねあの、様々な機関投資家様、あの個別にもですね、えー、お話をする機会がですね、えー、ございます。でえー、昨年、三十八期でございますと、二百二十回程度、まあ。私どもは、えー、個別にですね、えー、機関投資家様とお話をさせていただいております。 まあそのうち50回程度というのはです、ね、海外の,です、ね、あの機関投資家さんとお話をさせていただいているということでございますで、まあ、具体的に、まあ、誰がです、ね、あのコミュニケーションしているかということにつきましては社長の井出それから私と。 いったまあマネージメントに加えましてですね、私どものインベスタリレーションズのですね、メンバーもですね、まあ、しっかりとですね、投資家様とコミュニケーションをしてですね、あの株価のまあ適正なですね、評価といったところにですね、努力をしているということでございます。えー、続きましてですね、あの自己株式の取得といったところのまご質問でございますけれどもあのー 最初のですねあの冒頭の議長からのですねあのご説明にあったとおりでございます、まあ、とにかくあのあの自己株式の取得とこれはあの株主様のための還元策ということでございますのであの株主様にですねよりまあ価値をご提供できるようにですねあの最適なタイミングで機動的に実施をしていくということを、まあ、私どもはですね常に考えてございます。 あの大きなです、ねまあ、方針につきましては、えー、決算発表時にです、ね、あの4年間でまあ最大100億円程度ということで、えー、すでにです、ねえー、お話をまあしているとおりでございますので、えー、それを粛々とです、ね、あの具体化に向けては今申し上げましたような機動的な形で,です、ねえー、進めていくということでえ考えております。えー、以上上ご回答を申ししげました はい、えー、議長、私の腕から少しあの補足させていただくとですねそのアピールの部分なんですけどもあの今、町田よりご回答申し上げたそのいわゆる IR 活動ということを、まあ、しっかりやっていくということに加えてですねやはりあの先ほど戦略軸の中でもあの打ち出したようにそのいろんなそのコミュニティの中にですねワコムが出現して 僕らの技術だとか僕らの,その優位性だとか商品の優位性をこうアピールしていくと、まあ、こういったことをです,、ね、す,ごくすごく意識してやっておりますで例えばその、えー、例えば教育だとですねその日本の、えー、教育のデジタル化を推進しているあのコミュニティがあるんですねあのエドベーションというコミュニティがありますでこれ経産省とか文科省があのあのサポートしているようなコミュニティがあるんですけどもそこなんかにワコマはもうしっかり出ていってですね私自身 も出ていってっ、まあ、そこでその教育のデジタル化みたいなところに僕らの、えー、技術や商品がどんなふうに使,使われるのかっていうことをその IR <laughs> という形ではないんですけどもその社会コミュニティに対してしっかり発信していくみたいなあのこともやってますし、まあ、あとそのこういったあのガブリン様との対話 だとかそういう決算発表もですねあの、えー、まあ YouTube みたいなものを使ってあのお腰になれない方々も先、ね、後からそのしっかり動画をあの見ていただけるようなその YouTube 配信みたいなこともあのこう織り交ぜながらですねあのしっかりこうアピールをしていきたいというふうに考えております、はい、よろしいでしょうか <laughs> ありがとうございますそれでは、えー、よろしいでしょうか <laughs> はいありがとうございます それでは、動画配信をご覧の株主様からのご質問回答を終わらせていただいて、えー、会場からのご質問も、えー、こちらでちょっと終わらせていただいてです、ね、引き続き議案の審議に入りたいいと思います。はいえー、まずはじめに第1号議案監査党員である取締役を除く取締役6名1000人の件を府議いたします。 本,本総会終結の時をもって監査委員である取締役を除く取締役5名全員は任期満了となりますそこで経営体制強化のために1名増員し取締役6名の選任をお願いするものでありますつきましてはお手元の招集後通知46ページから49ページに記載の候補者6名を一括して取締役に選任したいと存じます それでは本議案につきましてご質問をお受けいたします。大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます、えー。それではご質問がないようですので、議案の採決に移りたいと存じますがいかがでしょうか。ありがとうございます。では第1号議案について採決いたします。原案に賛成いただける株主様は拍手をお願いいたします。 ありがとうございました。意見交渉及び電磁的方法による賛成を合わせ過半数のご賛同を得ましたので第1号議案監査党委員である取締役を除く取締役6名選任の件は原案通り承認可決されましたそれではただいま選任されました取締役6名をご紹介いたします私 井出信孝でございます。町田洋一でございます。山本貞夫でございます。臼田幸雄でございます。 稲積健でございます稲増美香子でございます株主席の最前列に着席しております以上取締役六名よろしくお願いいたします 次に第二号議案監査党委員である取締役2名選任の件を付議いたします本総会終結の時をもって監査党委員である取締役香村隆氏及び細久保治氏は任期満了となりますそこで監査党委員である取締役2名の選任をお願いするものであります つきましてはお手元の召集後通知50ページから51ページに記載の候補者2名を監査党員である豊島役に選任したいと存じますなお本議案につきましては監査党委員会の同意を得ておりますそれでは本議案につきましてご質問をお受けいたします大丈夫でしょうかはいありがとうございます、えー、それではご質問がないようですので議案の採決に移りたいと存じますがいかがでしょうか では第二号議案について採決いたします。原案に賛成いただける株主様は拍手をお願いいたします。ありがとうございました。議決権交渉及び電子的方法による賛成を合わせ、過半数のご賛同を得ましたので、第二号議案、監査等委員である取締役2名選任の件は原案通り承認可決されました。 それではただいま選任されました監査党員である取締役をご紹介いたします神楽隆でございます細久保治でございます以上監査党員である取締役2名よろしくお願いいたします 以上持ちまして、本日の会議の目的事項はすべて終了いたしましたので、えー、本総会は閉会といたします。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。以上をもちまして、株主総会を終了させていただきます。